女子4位フランス、スルヤボナリ、惜しくもメダルには届きませんでした。この後方宙返りを見せてくれるんでしょうか、エキシビション。ステップとスピンが終わって、曲はオペラ「マドフ・ロビン」。あ、トリプルトーループ、トリプルトーループのコンビネーションですね。本番でジャンプがなかなかうまくいかなかったのにというボナリー。ただスケーティングしてるところが綺麗になりましたよね。トリプルサルコウ、3回転は軽々です。さあバックフリップ、あ、片足で降りちゃいますね。こういう演技が本番でどうしてという、まあ、声が聞かれるようなスルヤボナリ。今日は本当にあれですね、フリーの試合の時と違ってもう体の隅々までなんか伸びきって滑ってたって感じですね。それだけ競技会というのがプレッシャーがかかるんですね。まあ、そうですね、改めてそれをまた感じますね。今の後方宙返り片足で降りたの僕は初めて見ましたね。片足でね、それもう1回、これ技術的にやはり五十嵐さん相当難しいもんでしょう。これで片足で降りちゃうんですよね。まあ、これはこの後方宙返りはアマチュアの競技会では禁止されてるんですけどね、ちょっと危険すぎるということで、もう一回ですね、これ。よいしょ、よいしょ。すごいあれですね、瞬発力ありますね。すごいですね。フランス、スルヤ・ボナリー選手でした。